これもここでさ、条件待ちでいいよな、ここで。来たところ奪い取ろうぜ。なんかルイージがさ、条件に鍵という、カモがネギ背負ってきたパターンのやつ食うから、今から。カモネギやってくんぞ。カモネギ来たー。ありがとう、いただきます、カモネギちゃん。ごめんね。センキュー。どいてなさい、カモネギちゃんたち。バイバーイ。ミンバとお会いし、ミンバとに愛されないってことは木曽人です。今日も木曽人チャンネルやっていくぞということでね、ちょっとさ、今、ちょっとみんなに聞きたかったんだけどさ、今、小学校、中学校の生徒の人たち聞きたいんだけど、今もさ、ALT だっけ、あのさ、アメリカ人の先生が、英語を教えに、おうおうおう、来るっていう、ああいうのってある?外人の先生、おうおう、ぶねえ。おう、ぶねえ。外人の先生が、なんか、担当してさ、英語教えてくれるみたいなのってある?俺の時さ、あったんだけどさ、その時にね、俺、小学校2年生だったか3年生だったかね、まだ小さい時、あー、ぶねえ時にさ、英語の先生が初めてやってきて、で、俺さ、嬉しくって、外国人の先生。でね、しょっちゅう喋ってたんだよね、ヘイ名前忘れたけど、まあ、ボムにしよう。ヘイ、バーブみたいな感じでめっちゃ喋りかけてたんだけど、そしたらなんか、俺のこといつも、なんとかボーイみたいなこと呼んでくんのさ。俺、何ボーイって言ってるのかわからなかったんだけど、まあ、小学生だからわからないし、そんなに気にしてなくて、ヘイみたいな感じでよく、ペラペラ喋ってて、で、そっからすぐに先生いなくなっちゃったんだよ。転校というかさ、担当、勤務先が変わって。で、俺そっからずっと会ってなくて、高校1年生の時にガストでたまたま会って、で、あ、バーブみたいな感じで話しかけたら、その先生に言われた言葉がもう、ショックだったんだけど、おうおう、ヘイ、クレイジーボーイって呼んできてさ、俺んことこいつずっと俺んことクレイジーボーイって呼んでたんかな。俺全然気づかなかったけど、こいつ俺んことクレイジーボーイって俺、ずっと呼んでたんかと思ってさ。イカレ少年みたいなこと呼んでたんだろ。なんちゅう呼ばれ方してた俺。って、ていうね、今日も草人チャンネルやっていくさ。草人チャンネル。お、くんくんくん、この装飾の感じは、これはクソコの匂いがプンプンしますぜ、旦那。これはクソコ臭いぞ。おお、ね、みんな死んで。俺が間違ってたわ。これはね、クソコなんかじゃない。これは一見クソコと見せたかったけど、芸術でいう印象派。これはね、現代は、いや、マリメ界のピカソとも言うべき。この制作者さんはね、マリメ界のピカソでございます。なんて素晴らしいコース。新たな芸術に出会いました。ありがとうございます。草人チャンネル。一回もダメージを受けないでゴール。あ、OK。普通のバトルコースか、これ。まあいいや。オッケーオッケーオッケー。行こう行こう。え、あ、猫ちゃん猫ちゃんゲーちょ、よしよし、これ絶対猫取った方がいいだろう。あ、じゃ、キノコ見返してやろう、見返してやろうぜ、キノコ。マリオとキノピコ見返してやろうぜ、俺ら二人でな。猫組で見返してやろう。オッケー。これ乗った方がいいかな。まあ、いっか。行くぞ、キノコお先、俺が見返して、お前はじっと、そこでなんか、どうにかせ、どうにかせろ。俺が見返してやろう、あの二人。猫組な、俺が代表となってあいつら見返してやるから。やべ、やべ、だいぶ行かれてんぞ。やべ、鍵扉も行かれてんじゃん。やば。大丈夫これ。ゴール近そう。うーわ、これマジかよ。猫取った意味ねえじゃん。もう絶対取んだ方がよかったじゃん。今頃急いできても遅えんだよ、おめえら。草人チャンネル。これ上か?上っぽいな。なんか上っぽいよね。あーもう最悪。のこちゃんにやられちゃったよー。てかなんでみんなそんな死んでんだよ、お前ら。これはもう普通にこっちから行こうぜ。もう上じゃねえわ、嫌いねえから。もう中間?どういうコース?あれ?お前何してんの?キノピコ何してんの?あ、こっちじゃねえじゃん。ミスったミスった。こっちか。オッケー、あーもうキノピコ死ね!死んだ?オッケー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 、中間取ってまーす。あっち行ってろ!オッケー、やべ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 。オッケー。うわー、スネークないなこれ、どういう下どうなってんだろう。あ、あそこ座れんのか?あ、立てんのか?あ、そういう感じ。去ってな!去ってな!ほら!俺も死んじゃった。いや、これどうしよう。スネーク待つしかねえか。
スネーク待ちゲーだな。オッケーオッケー、先行こう。あいつら何してんだ、なんであそこで止まってんだろ、バカか。あいつらスネーク普通に待ってもいいだけ、何してんのあいつら。バカかお前らは。そっか、キノコだったらすり抜けられんじゃん。バカは俺でした。草人チャンネル、よし勝つか。キノピオな、キノピオ、キノピオ、ヒップ、セント取る、セント取る、ここでヒップしてセント取る。オッケー、これ来た、オッケー、来た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 、危ない危ない、あーもうなんかそんな気はしたわ。クリボー2体見えた時点でなんか多分俺死ぬんだろうなって未来予測できたわ今。でもクリボーに何回やられたか、あれ一匹目のクリボーを踏んだ弾みで次のクリボーに引っかかるっていうの俺何度やってきたか過去。あ、オッケーオッケー、危ない、ここ入るよ。あ、ルイージ死んでる。あ、何げ俺戦闘じゃね、やった、あ、そうそうそう、あれ戦闘じゃ、落ち着いてけ、落ち着いてこ、落ち着いてこ、落ち着いてこ、あ、あれこれもしかしてこれでいいよな、これでいいよな。やったぜ。ごめんよみんな、扉閉めさせていただきました。ちょ、こいつ、こいつな、ブンブンってめちゃくちゃ怖いのよ。すっごい怖い生き物だから、みんなにこんな怖いものでね、退治させたくないの。俺一人で頑張る。こいつと、こいつの戦闘俺一人で頑張る。みんなは安全地帯ろ。俺が頑張る。俺が頑張るから。いやでもこれ確かさ、時間経過で確かあれ通れるようになるよな。早めに急がんとな。オッケーオッケーオッケー。そろそろ多分もう扉終わっちゃう頃だよな。もうピースイッチ最悪。この間に来ちゃうじゃん。いや、ほら、なんか、キノピコのあの、マーク消えたよ。ほら、上から来てる、あれ来てる、急げ、え、危ない、けけけけ、危ない危ない、よしよしよし、オッケー、1、よし、来た、ここでゴールマッチ。あ、危ない、取られ、あ、ごめんごめん。なんか取らないでくれたか、ごめんよ、取られるかと思った。よし、ナイス、頭脳プレイ。ちょっと害悪だったかな、でも、普段いいプレイばっかするから、こんくらいはね。草人チャンネル、お、これはスタンダードコースか、オッケー、スタンダードだったら勝てるよ、スタンダードだったら勝てるよ、けけけ、おぼぼぼ、もうもう全然先す、オッケー、誰か足場になれ、あーもう足場ちょうだい、ありがとう、オッケー、ナイス足場ちゃんたち、オッケー、これ足場だ、おー危ね、ちょろ、危な、このままゴール行こう、このまま、オッケー来た、よし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 、ほい、何してんのお前、おいキノピコ、なんて最低なことすんだお前、やったじゃねえよ。